コンヨーコスノーマンメグロレンにメロメロ一番の健康法歌謡グループピンキーとキラーズが今年デビュー55周年を迎え歌手で女優のコンヨーコ71が21日東京メグロのブルース・アレージャパンでスペシャルライブを行ったピンキラは1968年ピンキーの愛称を持つコンヨーコをこう一点に5人組で結成 全員が山高帽をかぶって歌う姿が人気を博し、恋の季節のヒットが知られる。この日一人でステージに立ち、力強い歌声を響かせた今、恋の季節がなければ今皆さんの前で歌ってないし、歌手の今陽子はいない。ここから新しい出発と思ってパワフルに頑張ります、と語った。いつまでも変わらぬ、はつらつとした姿が印象的。 元気の秘訣と問われると、これは一生治りません。若いイケメン病、一番の健康法です、と話す。かっこいい人を見ることが、力の源になっているという。最近注目しているのは、スノーマン、の目黒連れん、26、サイレントは録画して保存済み。実際に会ったらメロメロになっちゃって、話したいことも話せないかも、と笑った。